うつと診断されていますが、えー、否定形が主で、否定形うつについては、えー、ネットなどで調べて知,知っていましたが、世の中的にはやはり定型のうつの方が一般的で、症状に甘えな感じがあり、えー、自覚と通院が遅れた節があります。定型の人と否定形の人の違いは何なんでしょうかと。否定形うつももっと認知されてほしいですということですね。 定型の人と非定型の人の違いは何なのかっていうのはよく分かりませんね。まあ文化背景とかその世代とかそういうカルチャーの問題とかもすごく影響してるんじゃないかなというふうには、えー、思いますし、えー、考えられてますね。だから人間っていうのはそのさっきも言いましたけどさっきもっていうとちょっと切り抜きさんなかせなのでもう一回説明しますけどその表現表現方法とか感情とか とかは学習によって成立すするんですねだから自分の中にあるそのね脳,脳が生み出すネガティブな感情だったりネガティブエネルギーの低下っていうものが現れた時にそれがこう不眠っていう形になるのかそれが逆に過眠っていう形になるのか。 自分を責めるような感情として現れるのか、鉛のような体の重さというふうに現れるのか、それってその、わからんわけですよ。それはその、ね、同じ材料で作っても、それが結果的におにぎりになることもあれば、それがね、お寿司になることもあるんですね。その差って、お酢が入ってるか入ってないかの差じゃないですか、基本は。<laughs> だからなんかそういう、なんていうのかな、そういうものってありますね。うん だからまあ何なのかっていうとそういう違いがあるんだろうなっていう気がしますしまあなんかの脳のメカニズムから考えていくと別にそうなんだなってしか思わないんだけれども脳のメカニズムまで掘り下がって何が今起きてるのかってことを考えたりは普通はしないのでまあ一見なんか別々のものに見えるってことはあるのかもしれないですね、うん。